福島交通株式会社とは、福島県を地盤とする日本のバス事業者、鉄道事業者である。本社は、福島県福島市東浜町7番8号、貸切部門の本拠は、福島県郡山市向き河原町2番23号に、ある。経営競争基盤が出資する、持ち株会社道のリホールディングスの参加にあり、同 HD の代表会社でもある。 福島県中通り地方と浜通り北部で路線バス事業と福島駅、郡山駅を中心に各地を結ぶ高速バス事業及び福島駅と飯坂温泉駅を結ぶ鉄道として飯坂線を運営している。1907年に創立した新立ち軌道が前進で開業後間もなく天宮慶次郎の大日本軌道との合併、再度の新立ち軌道設立、電化と 改め機による、京弁鉄道から、路面電車への変更、福島電気鉄道への社名変更、飯坂電車の合併を経て、バス事業の拡大により、1962年に、福島交通と社名を改めた。1971年の飯坂道線廃止後、鉄道路線は飯坂線を残すのみとなった。現在の福島交通の主力は、バス事業である。 1970年代に、当時の会長で、東北の聖将と称された小針歴2が中心となり、福島民放社、ラジオ福島、福島交通を中核とする、福島交通グループを形成し、ナスロイヤルセンターや岩瀬牧場等のレジャー事業、不動産事業、運送業、酒造業等の関連会社を経営し、グループの規模を拡大した。この巨大企業グループは、 小針歴2の長男である小針義雄が福島交通社長に就任し、1997年に経営から退くまで小針歴2、吉雄親子の同族経営による体制が20、数年の長きにわたり続いた。モータリゼーションの進展などにより、1980年代以降は赤字路線が増加し、1980年前半には経営不振となった。 またバブル期における無理な多角経営によって巨額の債務を抱えることとなった。1986年に子会社の福島交通不動産と合併して債務は福島交通不動産が継承し交通事業部門を新たに設立した新福島交通に譲渡し同年中に新福島交通を福島交通へ社名変更した。福島交通不動産は その後、FRE に社名変更して所有不動産の売却を行っていたが、1999年に自己破産を申請した。本体である福島交通も近年の過疎化によるバス、電車の需要低下とバス事業における規制緩和による競争激化により収益が悪化した。さらに中途退職者が会社の予想以上に多く出て退職金債務が 数億円に膨らみ財務状況が悪化。2008年初頭にも法的整理に入ることが検討されたが、2月が国と県の補助金交付決定時期であり、また3月上旬に創立100周年記念の福島空港、発着ハワイツアーを子会社が再興する予定だったため、見送った。しかし、中途退職者への退職金支払い時期前にあたる2008年4月11日、 東京地方裁判所に会社構成法の適用を申請した。その後、経営競争基盤がスポンサーとなり、2009年1月31日に会社構成計画の認可を決定、同年5月31日に構成手続きが完了した。同年より、経営競争基盤が出資する持ち株会社、道のりホールディングスの参加に入り、経営再建を図ることとなった。 その後は、路線の再編や、独自のバス IC カード導入による合理化、また他のグループ会社との意識の共有をはじめとする、経営戦略などにより、年々業績を上げ、現在は、黒字経営となっている。また、同社鉄道部の飯坂線は2014年度の営業係数が83.0と、中小私鉄中で最も好調な数値を記録した。 収入が4億9921万円、費用が4億1412万円、利益が8509万円であった。飯坂線線系電車廃止路線間交化仕切り車、一般路線1960年代から1970年代後半まで、中通り全域と浜通り北部へ、バス路線を広げていった、関係上、1980年代初めからの、 利用者減少によって赤字路線が次第に多くなり、現在もバス事業の経営は厳しいものとなっている。これにより、同事業者は赤字路線を市町村生活バスへの変更や、不採算路線の廃止、短縮、合理化による路線の統廃合、バス営業所、出張所の統廃合を行った。2007年5月に原油価格高騰等を理由に高速バス運賃、 回数券発売額の値上げを行った。さらに、同年12月には、2008年1月から、一般路線バス等の運賃値上げ、陳立改正等を実施する予定と発表し、予定通り2008年1月16日に値上げを実施している。運行路線は、各営業所の項目を参照。自宅バス路線高速路線高速バス。 福島仙台線1992年の大阪線、ギャラクシー号開業を皮切りに、県内の主要地域や首都圏、仙台方面にも路線網を広げていった。高速バスの経営状況については、一般路線とは異なり、運行本数の増加やハイレッカー車両、2階建て車両といったグレードの高い車両を導入するサービスを行うなど、利用者が多く好調である。 内話共同運行会社福島空港を発着路線2004年11月から2005年11月には栃木県発着の福島空港リムジンも運行されていた。バスカード1992年3月16日、福島市社管内で無線式バスロケーションシステム、磁気式バスカードシステムの運用を開始。福島市中心部を運行する特定路線では、 専用の中型車が運用され、時期式バスカードの利用が可能であった。その後、新バス IC カードの下導入へ向けて二千十年八月三十一日で発売停止、同年九月三十日で利用停止となった。二千一年四月二日、郡山市社管内でバス IC カードが導入され、郡山駅発着の全路線と郡山市周辺を運行する路線で、 利用可能となった。特に、バス IC カードシステムの導入については、東北地方発であり、全国のバス事業者の中でも、東急トランセ、東北バス、山梨交通に続く早期のものとなった。また、福島交通のバス IC カードは、フェリカとは、通信方式が異なるフィリップス社定商の非接触型 IC カード、ISO14443 タイプ A。 を採用しており、これは日本初の交通系 IC カードである U バスカードと同じ方式であった。の会移行のため、バス IC カードは2010年11月1日に発売終了、翌2011年7月31日に利用終了となった。2010年10月30日には、紙製回数券や各バスカード等に代わる新しいバス IC カード、 のかを福島交通全路線に導入した。詳細についてはバス IC カード今後の項も参照のこと。回数券、定期券福島交通が所有しているバス車両については三菱自動車工業が福島交通の大株主である関係から長年三菱不創生で統一されていた。しかし2009年に導入された新型バスでは初めて J バス製のバスが導入され、また中古車両として UD トラックス製車両が導入されたため、一挙に日本国内4メーカー全車の車両が揃うこととなった。かつては車用車として導入している普通乗用車やライトバンでもデボネアをはじめ三菱自動車製で統一されていたが、現在はその縛りは解消している。エアロスターの車体が2社で製造されていた頃は、 福島交通では、三菱明治製のものが選択されていた。1997年までは、中古車両がなく、全車自社発注車で統一されていたが、1998年より、三菱不創製に限り中古遺跡車の導入が、始まっている。阿武熊号の予備車として、JR バス関東のエアロバスが導入された以外は、 都営バスのエアロスターのみが導入されていたが、2009年からは三菱不創性に限定することなく、まず一般路線車は東急バスと関東バスの高速路線、貸切車は都自動車からの中古車両をそれぞれ導入したのを皮切りに、現在は川崎鶴見臨港バスからや京王バスなど首都圏を中心に幅広い事業者からの中古車両を導入している。 2019年10月の例は、元年東日本台風で被災し、路線バス車両の半数以上が浸水によって、使用不能となった郡山支社への支援として、東京都交通局から使用を終了した路線バス、車両11両の無償譲渡を受けることとなった。譲り受け後は、ナンバー登録や必要機器の整備を行い、順次都営バスの都職のまま路線バスとしての使用を開始している。 高速バスの使用車両については以下の通り。車両画像一覧級営業所、旧出張所2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響により営業エリア内の JR 東日本各路線が運休したことから県内主要都市を拠点として臨時バスを運行した。運行路線と運行期間は以下の通り。ありがとうございます。